大学語学部、おめでとうございます。おはようございます。まずじゃ あの受かった大学語学部を教えてください。まず滑り止めで近畿大学経営学部、近大の経営で、関西大学の経済学部と商学部に受かりました。おめでとうございます。ちなみに進学はどこに？ちなみに関西大学の商学部に行きたいと思います。でしょうね、はい、あの入って右側の、ね、はい、素敵なキャンパスライフを送ってください。はい、それでは最後の方始めていきたいと思います。よろしくお願いします。では、まず初めに聞いたのはですね、いつから塾入ったっけ？塾はですね、高校2年生の冬ぐらいに。高2の冬。はい、入らせていただきました。なるほど。じゃあ1年ちょっと学び塾で受験生活をね、してたわけですが、勉強がね、できるようになったのは当たり前だと思うんですね。それ以外で、その自分が受験勉強を学び塾でやった受験勉強を通して、どういう風に人として変わったかとか、どういう風に自分が成長できたかみたいな話があれば教えてください。あのですね、はい、この塾に入って、入る前までは普通に高校とか行かしてもらってて、そのことはまあ自分にとっては普通じゃないんですけど、普通にこれが当たり前やと思って毎日を生活したんですけど、でもまあこの塾に入って、感謝の気持ちっていうのを教えてもらって、当然なんですけど、高校行くのにもお金がかかるし、塾行くのだってお金がかかって、高校生とかやったらまだ自分じゃ何もできなくて、親とか周りの人に支えてもらってこそ今の自分があることを学んだんで、勉強だけじゃなくてその感謝の気持ちというか、人間として一回り成長できたかなと思います。素晴らしい。これお母さんみたいな泣くよ。ちょっとお母さんに見てもらいたいな。見てもらってください。打ち合わせなしなんで、思う打ち合わせなしなんで何喋るかわからないところで、今の言葉が出てきたんですけど、いや、ほんまに大事よね。これね、結構、いろんな動画の、中でも言うねんけど、やっぱり、その塾を通わして、みんな塾通ってるんだから、塾通うなんて当たり前やろ、みたいな気持ちで、塾に通ってることを、いや、ほんまに、今、自分が勉強できてることっていうのは、自分当たり前じゃなくて、すごく親に感謝しなくちゃいけない、人に迷惑をかけてやってることなんだということを実感しながらやりなさいっていうふうに僕はよく言うんですけど、それが実感できてること、できてないことでは本当に結果が変わる。で、今高校生で大学受験っていうものやったから、ほとんどバックアップ、なんていうの、支援してくれるのは親やんか。でも大学生になって大人になっていくにつれて、親からの援助というか、親からの協力だけじゃなくて、いろんな人の協力を得て、一つのものを達成していかないといけない時っていうのがたくさん。野球部でしょ？あ、野球部です。そしたらさ、自分一人のプレーがさ良くてもチーム全体の士気が上がってるから勝たれないから、一人では何もできない、何もできないから、そういうところでその周りを見ながら、しっかりとそのいろんな人に感謝をしながら、いろんなことをチャレンジしてくれたら、チャレンジしてくれたなというか、そういう風なチャレンジの仕方じゃないと絶対に大きいことを達成できないと思います。だから、そう、大学受験の中で学んだ感謝の気持ちというのを忘れずにね、はい、これからもいろんなことをチャレンジしてください。ありがとうございます。では続いてですね、今関西大学の商学部に進学が決まって、みんな受験生って言ったら頑張ってるわけよね。頑張ってない子はもちろんいないわけで、その頑張ってる子らの中で上位に入って、5倍、ほとんど5倍ですから、5分の1人に入ったわけですけど、自分が思う、今終わったからこそ思う、成功する受験生で自分がいられたその理由というか、なぜ自分が成功したのかというところを何か一つ、教えてください。僕の場合かもしれないけど、僕は自分一人だけじゃ受験勉強多分できなかったんで、さっきの話つながるんですね。この塾はカンカン同率を主に目指す人たちが集まって、それでお互い刺激し合いながらできるんですけど、もしもシャウ塾やったりとか、自分一人で勉強しようってなった時には、その刺激をくれる人がいないんで、自分でやって、自分で今日はここまでやったなって達成感を作ってやっていくしかないんですけど、それやったら自分で決めた、一人でやるときやったら自分で決めた上限で行ったら、これで今日は OK なって思っちゃうんですけど、周りに同じ大学を目指すやつとかがいたら、
あいつは俺よりもっとやってるから、あいつよりやらないと俺は受からないぞとか、うん、いろんな刺激をもらえて、まあ、そこが僕にとって一番大きかったかなと思います。なるほど、嬉しいですね、それも。学校でさ、学びずも言ってたらさ、まだそんな勉強してんねんみたいな。あ、なんかもう、そんな感じ。そんな感じよね。言われるねんけど、言ったら塾の中でやったら、特別なことは別にしてない。なんか、他の普通の予備校とか塾行ってる子からしたら、なんでお前がそんな勉強してんのっていうふうに思われるけど、でも塾の中やったらもっと勉強してるやついっぱいおるみたいなね。っていうような環境作りは、すごく僕も意識してやってるんですけど、その当たり前のね、いや、そんなの、俺ら甲子園目指してんから、これぐらいの練習して当たり前やんって思ってるチームと、いやいや、ベスト8まで入ったらええわと思ってるチームと、いや、もう1回戦勝てたらええわと思ってるチームって、同じ野球やってるけど、でも結果の出方全然違う。で、そういうところで、そういう環境のもとやれたということが、まあ、成功につながったんです。で、その群れに入るっていうのは非常に重要で、まあ、マナビズムという、その群れに入れたから受験成功したって言ってくるんですけど、それは大学受験だけじゃなくて、大学生になっても、もう、なんていうの、クソおもんないやつとさ、一緒におったり、その意識低いやつと一緒におっても、まあ、おもんないと思うし、そうやって、切磋琢磨できる環境で、環境に自ら身を投じるっていうのは本当に大事だから、これからもそれを意識して、そういうコミュニティに入るようにしてほしいと思います。はい。はい、じゃあ、最後にですね、聞きたいのは、まあ、後輩の受験生がね、多分この動画見てくれると思うんですけど、はい、その後輩の受験生に向けて、こうした方がええでみたいなアドバイスがあれば教えてください。ですね、はい、最後ら辺は赤本とかをやるんで、うん、まあ、そこはいいですよ、僕からしたら。うん、最初の、まあ、3年の夏だとか、はい、まあ、いろんな勉強するじゃないですか。これで自分はほんまにこれをして伸びてるのかなっていう時は僕はあったんですよ。はい、あるよね、それは。現役生絶対あると思います。はい、でも今日は、まあ、この英語のテキストほんまこれやっていい意味あるんかなとか、世界史とかちゃんと覚えれたんかとかあるんですけど、うん、そこで諦めたら一生伸びないんで、うん、まあ、がむしゃらにでもいいから、とりあえず目の前のことを一生懸命やることが僕は大事かなと思います。目の前のことを一生懸命やることが重要だと。ほんまな、その通りすぎる。その通りすぎんねんけど、それが一番難しいよね。さ、伸び悩んだでしょ。悩みました。ね、現役生ってね、成績こうやって伸びるからね。そうよね。夏とかもめっちゃ頑張んねんけど、さっと成績伸びるときって来ないんですよ、最後の最後までね。それがね、目の前のことをこう一個一個潰していったらいつか報われるんだという思いを最後まで胸にしまってできるか、途中で心折れてしまうかで命運が分かれるから、言うたげで、ほんまもう最後まで頑張れっていうね。最後まで頑張れ。ありがとう。いや、ほんまね、ほんまそうなんですよね。ちなみにさ、いつぐらいまでさ、その苦しい時期続いた？いや、もう3年の年明け、はあ、あれじゃないですか、うんうんうん、ぐらいまで世界史とかは、はあ、全然でしたね。世界史はもう1月前にグッと、はあ、僕は、はあ、そうやな、最後のもう詰め切ってやっぱやってるみたいな頃な。でもその頃ってさ、やっぱ12月、11、12ぐらいから過去問解き始める子が出てきて、で、自分だけこれ間に合うんか大丈夫かみたいな心の葛藤があって、うん、で、まあ、最後伸びたのが1月で、結局2月の頭には、入試に間に合ったと。間に合いました。うん、っていうところよね。でもそれって、そのさっきも言ってたけどさ、後半の赤本解く時期はもう、まあ、どうでもええやん。はい、うん、で言うたら、その前の、積み重ねがあって、言うたら点数伸びひんけど頭に詰め込んでる時期があって、やっと最後クッて伸びるような。それをね、ほんまに最後の最後まで自分を信じて今やってることっていうのを間違ってないと、いうのを信じて進めたことは本当に素晴らしいと思います。うん、最後に僕から一つだけ、ね、なんですけど、うちのさ、塾生でさ、結構卒業してからコンサルやりたいとか、まあ、うちと学びの先生と関わっていろいろ仕事していきたいって多いなとか、で、その中でやっぱね、最後まで耐えられへんっていっぱいおるんよ。うん、最後まで耐えられへんっていうか、
あのやっぱ自分がこうしたいっていうでかい目標を掲げてる子の方が俺らはあのやることを求めるやん、いろんなことを求めるやんか。でそしたらそのまだ何言ったら今のすごい楽しそうなマナミズムの先生だとかその経営を見てるからこんな風に頑張ってなれんねやん思うねんけど、でもそれには受験と一緒でむちゃむちゃ努力してるけど全然伸びひん時期があって、やっと最後にガッて伸びる時期が来てやっとここで結果が出る。それってほんまに人生と一緒で、そこの耐える時期に耐えれたやつだけ成功する。だからあの早い結果を求めないで、自分がやってることっていうのが絶対間違ってないと信じて、あの耐えることをあの忘れないで、そしたらあのおのずとチャンスをやってきて、それを掴むための準備ができてる状態になるから。 OK、 OK、 はい、じゃ あ、 あの素敵なキャンパスライフ短大の小学部ね、楽しんでください。羨ましいわ、今から4年間大学、はい、楽しみです。かなりいや、ほんまにあのいいキャンパスライフを送ってください。はい、ありがとうございました。カンカン同率と三金交流に進学するんだったらどこの塾がいいと思いますか？そりゃもうね、マナビズムと勘誘びですわ。そりゃ決まってますよね。はい、絶対もうマナビズム勘誘びでカンカン同率三金交流受からへんやったらどこの塾どこの予備校行っても絶対受からないですからね。違いない。はい、通塾やったらマナビズム、在宅やったら勘誘びやね。はい、うん、マナビズムでも勘誘びでもホームページお電話からお問い合わせを受け付けてます。マナビズムだったら、まあ、体験授業に、勘誘びの方だったら体験コンサルティングに申し込んでいただけたら、あのすごくマナビズム勘誘びのことが分かっていただけるんじゃないかなと思います。ぜひぜひ、申し込みよろしくお願いします。ます。チャンネル登録もよろしくね。よろしくです。